で、今日のキーワードです。今日のキーワードはですね、思考です。はい、つまり皆様が私の話を聞いて、なるほどと、そういうことかというような誘導をしたり洗脳をしたり、ね、そういうセミナーではありません。私の話をフィルターで通して皆様が自分と向き合ってみてください。私ってどうだろうという、そして自分に返していくという、そして日頃の日常の自分を作っていくというですね、そういうふうにですね、自分の思考をもう一度ちょっと一緒に見直していきましょうという、そういうキーワードです。で、実はですね、こういう話してますか。日食ってこれがありましたね。これ意味があるって知ってる人、日食には実は大きな意味がある。はい、実はですね、この日食っていうのは古い太陽が沈み新しい太陽が昇るという、実はですね、時代の変革の時に必ず起きる現象らしいです。はい、この日食の時というのは必ずそういったですね、その大きな改革が起きる時に必ずこの日食というのが起きているんだという。さらにですね、2012年地球が滅びるというですね、あのストラダムスの再来みたいなことがありますけれども、これどうでしょう、皆さんこれ信じますか。地球が滅びると、実はですね、これ事実なんです。地球は滅びます。実はですね、もっと詳しく言うと、地球が滅びるのではなくて、今まで常識だったと思われてきた思想が崩壊するということです。つまり皆様の中で多少ですと、なんとなく変わってきたなと、なんとなく変化したなと、認めたくない、でも認めざるを得ない、でもどうしたらいいのっていう、そういうですね、ことを感じている方が多分いると思います。つまりこの思考がですね、崩壊するんですよと、もうそのチェンジする時期に差し掛かってるんですよと。あと準備期間が2年です。だから皆さんは今日ラッキーですよね。で、この2年という準備期間にいるわけですから、つまりですね、正しいと思ってた価値観であったり常識、これがきれいに変わっていきますよ、そんな時代です。これ変わっていきますよと。はい、つまりですね、こういうことですね。あなたたちの常識と世の中の常識って同じですかと。皆様が常識だと思っていることと世の中の常識って等しいでしょうか。これどうでしょう。自分が常識だと思って人にこうしなさい、ああしなさいって言ってるようなことがあると思います。この常識と世の中の常識って等しいですかね。なんとなく違うんじゃないかなっていう気がするんじゃないかな。つまり皆様が思っている常識は皆様の認識です。そう思っているだけです。そうですね、はい。つまりこの認識は 何が示すか。実はですね、自分の物差しがこれを作っていると言ってます。自分の物差しがあなたの認識になって世の中に関わろうとしているんですよと。でもその世の中の常識と自分の常識が違うっていうこともなんとなくご存知でしょうということです。で、実はですね、この物差しはどうやってできるのかっていう、例えば 50% 好きなことと 50% 嫌いなことがあったとしましょう。 50% ずつ、これがですね、嫌いなことが 10% 増えてしまいました。さあ皆さんは世の中楽しくなりますか、苦しくなりますか、どっちでしょう。どっちですかね。苦しくなりますね。そうですね。じゃあ聞きます、誰が苦しくしてますか。自分ですよね。だって嫌いなことって自分が決めたんですから。でしょ。そうやって自分が苦しくしてるわけです、自分自身を。え、実はこの嫌いなことがどんどん物差しを短くしていると言われています。嫌いなことが増えれば増えるほど自分の物差しは小さくなるんですよと。そしてこんなことを言ってますね、自分の嫌いと思っている人からはチャンスはもらえないと言われています。そうでしょ。で、こいつはもういつもね、なんか毎つばのね、もうなんかうさんくさい話ばっか持ってくると、こういうやつは大嫌いだと。でもそういう人もですね、うさんくさくてもいろんなところに首突っ込むわけです、こういう人って。で、たまにいい話持ってくるんですよ。そのセンサーをできるかできないかは自分の問題なんです。でもこの人を嫌いと思ったその瞬間から、この人からはチャンスはいただけませんよということです。はい、全ての物事を、嫌いなことがあったり嫌いな人を作るということは、実は自分の物差しを短くしてるんですよと。
その物差しでもって人を裁いてますよという、こういうことなんですね。で、弱肉強食というですね、で、こういう言葉がありますね、弱肉強食というね。これどう思いますか。これ強い者は勝ち残るという、正しいですかね、これどう思います。強い者は勝ち残るという本当と思いますか。これ本当、強い者は勝ち残る。もしこれが本当だったら、皆さんのなおすぐそばにあるこの海の中にはサメしかいないはずです。そうでしょう、サメしかいないはずなんです。ところがサメ以外にいろんな魚がいっぱいいるわけですよ。どうしてでしょうね。実はですね、ありとあらゆる生物で実験をした人がいるらしいです。本当に勝ち残るのは何かと、ね、するとですね、本当に勝ち残るのは実は強者ではなくて協力した者が最終的には生き残るらしいです。ところがですね、私たちこの次世代の私たちに根強くですね、この強者が強いというのがこう埋め込んでいるのは、実はこういうことなんです。戦後60年は実は強者の時代だったんです。右肩上がりでどん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 吸収合併買収して大きくなるというですね、こういう時代だったんです。こういう時代、ね、だからこういう小さなところからだん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 大きくなっていくという、で強者、強くなる人、強くなった人の言うことが正当化できて、これが正義であって正しいと、そして人格も高いというふうに言われてたんですね。ところが本当ですかね、それね。例えばこれまではエスカレーターは登ってました。悩んで下向いててもですね、エスカレーターに乗っておくとですね、勝手にこう上まで運んでくれたんです。ところがこれからってどうでしょう。これから、これからのエスカレーターは下がっていきます。縮小していくマーケットね、縮小していく国の力、いろんなものでどん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 ですね、縮小していくわけですよ。するとね、これまで登っていった人たち、例えば JAL ね、今年1年で1万5000人リストラですね。そして金融証券マン、1年間で6000人リストラです。彼らはエリートと言われた人たちです。エリートと言われた人たちがエスカレーターに乗ったらね、一番上まで連れて行かれたのに、今からどんどん途中下車されると。さあ、そのエリートが、途中下車したエリートが何ができますかって、でしょう。つまり組織に委ねて大きな強者が勝ち残るという時代の神話は崩れたんですよという、巨大化した偶像ですね、崩壊したんですよ。なぜならば強者っていうのは、ね、近代国家の強者っていうのは、攻めて外に敵を作って、そして戦争を起こしてきたわけでしょ。戦略戦争、そしてリーマン、サムプライム、ね、で今回のジャールみたいな。結果から言うと強者の時代ではないんですよと。じゃあどんな時代かって、弱者の時代です。国の時代じゃありませんね、個人の時代ですね、地方の時代ですね。つまり我々の時代だということです。今から最終的に生き残るのは強者ではありませんよと、ね、最終的に生き残るのは協力者ですよと、協力した人たちがですね、最終的に生き残るんだと、はい、つまりこういうふうに書いてますね。弱者の時代ですよと、地方の時代ですよと、個人の時代ですよと。例えばアーケードってできた時ってどんな感じだったんでしょう。浜屋が先にできたんですよね、アーケードって。でそしていろんな洋服屋さんができてきたわけですよね。おそらくできた当時ってみんな協力して作ったと思うんです。それがいつの間にか競争に変わってきたと思うんです。隣の洋服屋さんに負けないように、隣の食堂に負けないようにね。で今の敵はというと、例えばそこにある夢サイトであったりとか、ね、イオンであったりとかっていうところにやってるのに、いまだにアーケードの中で競争するというではないんですよと。そういう人たち、個性を持って頑張ってやろうという人たちが手を結んで、ね、やる、そんな時代に来てるんですよということです。で世の中はどう変わってきたかっていうね、世の中の変化と経済活動実は直結してるんですよという、こう分かりやすく言うとですね、戦後60年はどんな時代だったかっていうと、高度経済成長、そしてバブル崩壊、そして改革という、
このですね、3つの時代を生きてきたんですね、我々。そうでしょ、ね、で、実はですね、手を使っても口を使うなっていう時代が私たちの就職した時の時代でした。ね、口は使っても、手は使っても口は使うなって言われたんですね。でこの時ですね、モテる男はどんな男だったか。男は黙って宝くらげ、宝くらげが大勢出たでしょ、ね、そして女性はですね、三歩下がってね、大和なんでなでしょみたいな、ね、でなんでこんな時代だったかっていうと、実は経済活動が関連してます。この時の経済活動はものづくりです。生産業の時に口はいらないんです、ね、手だけなんです。だから昔は黙ってた人たちがいい人だった。だから黙らせる教育をしました、この時。そして時代がですね、サービス業に変わっていくんです。サービス業に変わっていくとですね、いかに話をするか、ね、いかに説得するかっていう話上手の時代だったんです。さあこの時メディアを探したのはっていうと漫才ブームです。ね、つまり面白い男、楽しい男がモテる男、いい男、こんな時代になったわけですね。そして今日はというと、ニーズからワンツに変わってきました。つまり昔はですね、三種の神器っていうのがありましたね。三種の神器って何でしょう。皿、コップ、茶碗。今笑うところですけど、不反応ですね。で洗濯機、冷蔵庫、テレビですね、三種の神器っていうね。でその中でね、お母さんはね、この冷蔵庫が欲しいってね、子供たちはテレビが欲しいって、おばあちゃんは川へ洗濯に行きたくないからね、洗濯機が欲しいとかって言っとったわけですよ。おじいちゃんは芝刈り機が欲しいって、その芝じゃないですけど、はいね、言っとったわけですよ。ところがもうニーズ、欲しいものは全て満たされます。欲しいもの、必要なものはね。だから皆さんが、例えば消費税が 5% 下がって今すぐ買いたいものってありますかね。何かあります？消費税 5% 下がって欲しいないでしょ。ということは消費税が上がっても消費は変わらないということですよね、逆を言えば、ね、っていうふうに、実はですね、ニーズっていうよりも今ウォンツです。ウォンツの時代になるとどうなるかというとですね、ここは効く時代になります。なぜならば、このペットボトル、これ普通のペットボトルじゃないって知ってますか。で、これクシャってしたら縮むやつですね。こういうやつがあったらってなるわけですよ。その時に私たち売り手側はどうするか。どんなやつですかって聞かなきゃいけないじゃないですか、ね、だから聞く時代になったわけですよ。ウォンツに対応するにはその人の要望を聞かなきゃいけないです。だから聞く時代です。だから昔みたいにこうやったらああやったら提案型の営業はもう古いんです。それよりもこの人の負の改善です。不安、不満、ね、不安の負を取り除いて安心安全に変える、不満の負を取り除いて満足に変えるという、この人が持っている負を取り除いてあげて満足を提供していくという、こう聞く時代になったんです、営業も。だから提案型の営業も古いんですっていうふうに変わってきたわけですね。つまり我々は黙って物を作る時代から、ね、話して物を売る時代から、そしてウォンツに聞いて答えるという、こういうですね、産業に直結した時代が来ているんですよということです。これが裏付けです、ね、でこれ大量生産ですね。つまり組織力によってやってきたわけです。で今度ウォンツっていうのは、これは質の向上です。ですからここはというと個人の力です。でリーダーシップも変化してきました。今の若者と昔の若者、ね、どっちが集中力あるでしょう。どっちだと思いますか。今の若者と昔の若者、どっちだと思いますか。昔、そうですか。実はですね、今の若者の方が集中力があるんです。なぜなら集中する道具が増えたからです。ゲーム、パソコン、携帯、そうでしょ。ぐーっと集中して入っていくわけです、ね、するとですね、集中の弊害が生まれます。ぐーっと入っていくと周りの声は聞こえない。だから今の若者には協調性がないんです。そうでしょ、ね、ところがですね、集中していくからこそボンツに応えられるスキルを身につけるんですよ。ということは
こういうスキルの高い集中してスキルを身につけた若者と関わっていくというのが実はニューリーダーシップです。はい、例えばこの若者が心を閉ざす時と開く時があります。これどんな時でしょう。オタク化現象と言われてますね。こういう人たちが心を閉ざす時と開く時ってどんな時でしょうか。どうやったら心を開きますか。お、なるほどね。それもありますね。悩みを聞いて、そして認めてあげた時、認められた時に心を開きます。その人を認めなければその彼は心を閉ざします、ね、だから褒めるんですよ。叱るんではなくて褒めるというのは、ね、認めてあげるということです。褒めるという行為は認めてあげるということなんです。例えばですね、褒めるところがなかったらどうするか、ここ魔法の言葉があります。これ教えますから。あのね、本当に褒めるということは認めることだということがよくわかります。こう言うんですよ。あんたいいねって、いやいいなって、いいなって言うわけですね。いいなって、ただなんか何て言います。俺いいな、いやいいよって何て言いますか。ありがとう。何がとか言いますよね。え、何がって、いやとにかくいいで言われたその人はね、あ、なんとなくですよ、嬉しくなるって、なんとなく、あ、この人は俺のことをね認めてくれてるって思うんです。要は認めてますよというメッセージさえ伝えれれば、ね、何がいいとか具体的なものは一切いらないんですよ。いいなあ、いいなあって、いつもいいなあって、いや今日もいいよって、え、何が、いやとにかくいいと。で、これもね実際これは他人から言われて救われたんです。俺やっぱ役に立ってるんだろうかと思ってた時にそう言われたんです。あ、この人俺のこと分かってくれてるみたいな、ね、なんか皆まで分かってくれてる、自分のなんか悩み事とか、ね、それを悩んでることを乗り越えようとしてるね、この俺のこともね全部分かってくれてるんだなみたいな勝手に思ってしまうわけです。ところが具体的にいいな君の靴とか言われたら、靴だけでいいでしょ、ね、でもなんか全てが良くなるという、つまり、ね、褒めるということが大事なんですよということです。だから昔と今は違う、ね、じゃあもっともっと分かりやすく言います。昔はですね、この苦手なところ、これをですね徹底的にさせました、ね、苦手なところを埋めていったんです。そして何をしたかと、平均化を取った。平均化を取る、なぜならば平均化を取ることが大量生産に向くんです。特別な能力を持つといろいろ言いますから、それはですね大量生産邪魔なんです。よりも苦手なことをさせて忍耐をつけさせて平均化を取ることによって大量生産型の教育が促せたんです。だから叱ったんです、ね、ところが今はどうかというと、苦手はもうそのまま苦手のままいいよと、もういいと、あんたよう見たらこんな得意なことがあるじゃんと、ね、だからここ伸ばそうよと、ね、そしてあんたもここ伸ばそうよと、そして、ね、2人でタッグ組んだらと、ね、つまりダンスが得意な人と歌が得意な人が手を組んで売れてるグループがエグザイルです。わかりますか。なぜエグザイルが売れてるか、実は今の若者はもう無意識に2012年に変化する対応ができてるんです。実は我々もう私も42人もすぐなるんですけど、ね、我々中年男以上がですねここに対応できてないんです、はい、ところがもう若者も対応できているんです。昔はですね中途半端な、ね、歌って踊れるアイドルが受けたのはニーズからなったからです。歌とか踊りとか見たことないわけです、ね、テレビで出たばっかりで、だからニーズがなかったから埋めさえしたら売れた、そういうことです。ところが今はウォンツに応える、つまりダンサーも見れます、シンガーも見れます、つまりボンツに応えたエグザイルが売れてるってことはこういうことなんです、はい、ね、つまりこれを何というかってリミックスと言います。苦手なことではなく得意なところを伸ばしてお互いコラボレーションしていくって、これをリミックスと言います。つまり苦手なことを叱るんではなくて、
ね、得意なところを褒めるという、だから褒めなさいというんです。こんな時代になってきているんですよと、ね、ニューリーダーシップ、これからのリーダーシップは、ね、叱らず褒めて認めると、あ、認めて褒めると、で足りないところを指摘するより、得意なところを伸ばし、より、よく話を聞いて褒めることが重要であると。なぜかということです。なぜかということです、ね、じゃあ皆さんにちょっと聞きますけども、いいところと悪いところってどっちを見てますか。人のいいところを見ているか、悪いところを見ているか。例えば、ね、グラスに、ね、水を汲ん、ね、から汲んできてくれって頼みますね。するとね、これね、これだけ組んできたんです。つまりできていることを褒めますかと、それともできてないところを叱りますかと。日頃の皆様はどっちですかってこと、ね、例えば遅刻がない会社を作りたいとしましょう、ね、そうするとですね、遅刻をする人が出てくるわけです。すると当然叱るんです。ですね、自分が遅刻がない会社が理想にしてたわけですね。ところが遅刻をする人が出てくるから当然叱るわけですよ。さあ聞きます。遅刻がない会社にするためにあなたは何をしましたか。わかります。遅刻がない会社にするために何をしましたか。ほとんどの人が遅刻がない会社を作るために遅刻した人を叱るというんです。でもこれは遅刻がない会社を作るためにした行為じゃないですねっていう。だからどうやって褒めてこの現状を作っていくかということが実は大事なんですよ、まあ、これちょっとキーワードになります。例えば、ね、家庭に置き換えてもいいです。家庭、ね、あ、特に女性なんかは結婚したらですね、宮殿に住んでベッドにはなんかこういう風なこうね、こうカーテンみたいなのが下がっててみたいな、ね、でこうベランダにこう鳩小屋みたいな時計がついてるベランダをバーッとこう見ると、ね、チューリップ畑がバーッとあってみたいな、まあ、そんなイメージを持ってませんでした。どうですか小泉さん、ね、ところが結婚してみると、ね、亭主が家に帰ってきて靴下その辺ボーンと投げ捨てね、それにテーブルに足をかけて、ね、タバコスパスパやりながらみたいな、ね、そしてねガガ文句言うわけですよ、ね、じゃあ理想的な、ね、自分のライフスタイルを築くために何をしましたかっていう、何もしてないんですねっていうことですね。で、うまくいってる人生とうまくいっていない人生、皆さんはどっちを歩みたいでしょうか。当然うまくいってる人生ですよね。でうまくいってる人生を歩もうとするとですね、必ず問題が落ちてくるわけですよ。これで問題が落ちてくると、な、階段までかけられてしまうわけですね。そうついつい階段を降りてしまうわけです。そして何を始めるかっていうと、問題の追及を始めるんです。なぜだと、なぜ遅刻するんだと、そして問題をなくすことが最大のサービスであるというふうに考えてしまうんです。そして何をするかというと、問題探しと犯人探しをします。なぜこんなことをやったんだ、誰がやったんだっていうわけです。ところがうまくいってる人生を歩んでる人はですね、そんなのは気にしないんです。ガーンと進んで、ね、サービスの追求を始めます。どうしたらこの問題が起きないようにできるだろうかとか、ね、つまりどうしたらっていうんです。どうしたらもっとうまくいくかな、どうしたら理想的な会社になるかなと思う。この人はどうしてそんなことをするんだっていうわけです。つまりどうしてです。どうしてっていうあなたは悪いところにフォーカスしてますよ。どうしたらっていうのがいいところですよ。だから会議の中でどうしてという言葉を聞いたら、そのどうしてをどうしたらに書いたらって言ってあげてください。もう思ってるんですから。例えばその中の A さんがね、何かミスを犯したとしましょう。どうしてって、どうしても何ももう終わってるんですから。終わったこといろいろ言っても一緒じゃないですか、ね、それよりもそういう問題が起きる、ね、会社を作ったあなたの問題です。実はだからどうしてってなくて、どうしたら、どうしたらっていうところにですね、フォーカスした方が楽しいですよ、ハッピーですよ、笑顔ですよっていう
ね、そんなことですね。で、皆さんちょっと聞きたいんですけれども、じゃあそこのお嬢さん、ね、お名前は、あ、大町さん、大町さん、大町さん、あんまり聞いたことないね。大町さんに聞きましょう。うまくいっている行動、ね、話したり見えたり歌えたり、いろいろあるでしょ。行動とうまくいってない行動って大体何対何ぐらいですか。行動です。結構うまくいってないね。どんどんですか。行動です。お、素晴らしい。大体ですね、これね、8対2ぐらいで、8がうまくいってて2があんまうまくいってないというふうに大体答えます。じゃあ聞きます。意識の中はどうですかと。意識の中はどうですかというと、これ逆転します。うまくいっていないことが 80%、 うまくいってることが 20% と逆転するわけです。なぜなら人は問題に意識を支配されやすいんです。例えば100個できていることよりも1つのクレームが起きるとインパクト強いですから、クレームに全ての意識を奪われます。100人社員がいて、100人うま、ね、99人うまくいってても、1人の人から、ね、人間関係が こじれていくと頭の中はその1人の中で支配されます。で、人間ってそういうもんでしょ。こういうもんでしょ、こういうもんでしょ、ね、よくしたいと思うときにできないと不満となって現れるんです。それが頭の中がそれに支配されてますから、よくしたいと思ったときにできなかったら不満となって現れるんです。で、社内でですね、不満が起きるとですね、リーダーは何というかこんなこと言いますね。マイナスの言動は意識に影響を与えるよって、ね、マイナスの意識は行動に影響を与えるよって、そしてマイナスの行動があなたたちの結果を作ってるとよ、だけあなたいつも不満言うから結果出ないやろって、だから不満は言ってはいけんよっていうふうな教育を促そうとします。ね、これ昔のリーダーシップです。ところがですね、これなぜ不満に蓋をするかっていうね、実は 2.8 の理論って知ってる人、お、1人、知りませんか。知ってますね、 2.8 の理論。これはですね、アリがいますね。働きアリかな、アリ、これアリもそうなんですけど、実は 20% の人が全体の 80% の仕事をして、 80% の人が残りの 20% の仕事をすると言われているそうです。ほとんどこう会社の中でもそうらしいです。会社の中でも 20% の人が 80% の重要な仕事をして、 80% の人が 20% の仕事をすると。で、だからリーダーはこの 20% を増やしたらいいじゃないってするわけです。こういうふうに、ね、するとうまくいくじゃんと思うわけです。ところが、ね、じゃあさっきの 20% だけ集めるとうまくいくじゃんって、ね、みんな 20% にしたいわけです。ところが、ね、その 20% の人たちだけ集めても、さらにここも2対8に分かれるそうです。ここも分かりますか。こっちではできていた人たちだけを集めても2対8に分かれるそうです。ということは結局 80% の人たちは不満を言うんですよと。だったらこの不満を聞いてあげた方がこの人たちは頑張りますよ、ね、つまりこの人たちの不満を聞いてあげてるこの姿を見て、私もこっちに来たいなって勝手に来るんですよ。ところがこの人に、ね、ああでもないこうでもないっていう叱ってる姿を見せても、あなたに憧れてこっちに来たいって思いませんよってことです。例えばですね、人はやりたいことがある、ね、それぞれ皆さんやりたいこと
熱が39度あったと。やれますか？やりたいことがあって熱が39度あったらやれますか？やれないですよね。なぜかっていうと肉体が病んでるからですね。肉体が病んでいくとこれやりたいことがあってもやれない。じゃあ聞きますけど、人間って肉体と魂と2つあります。さあ魂は病まないんですか？病みますね。魂が病むとどういうふうに現れるか、実はこれが不満なんです。だからやれないんです。さあ優先することはやらせることですか、不満を取り除くことですか、どっちでしょう。さあやりたいことがあるのにやれないのはなぜですか。やりたいことをやることですか、熱を冷まさせることですか、どっちですか。でやりたいことがある、ところが不満があるとここに引っかかれて上まで行けないんです。これを見た上司は、ここに不満があることを知らない上司はどうするかというと指摘します。そして100個の言い方をします。やれてない人を見て、ああしなさい、こうしなさい、こうしたらいいよ、ああしたらいいよって言うわけです、ね、そしてこれ理解させようとするんです。この人に。でもね、簡単ですね。もっと簡単、実はこの人の不満は一つです。大体不満って一つしかありません。なぜかって人間痛みって一箇所しか感じられないんです。知ってますか？お腹と頭が痛い、さあどっちが痛い？痛い方が痛いんです。本当なんですよ。痛い方が痛い。だから一箇所なんです。これ精神も一緒です。不満は一つしかない。つまり100個理解させるよりも一つの不満を理解して取り除いてあげた方が勝手にいきますよということです。つまりこれが人を信じるということですよと、ね、その人のことを何も知らずにああしなさい、こうしなさい、これはこの人のことを信じてないから言うんです。ああせろ、こうせろ。ところがこの人は可能、この人の可能性、この人はできるんだって思ったら不満だけ取り除いてあげれば勝手に行くんですよと。それが人を信じるということですよと、ね、不満を理解する、ね、100個のいいことを理解させるんではなくて一つの不満を理解する、つまりひどい事実を理解することが、ね、うまくいくんですよということです。つまり最初に言いましたね、勝手に育つわけないじゃんと。これが勝手に育つということです。関わろうってするから勝手に育たないんです。その人の可能性とか、その人を信じてその人の不満を理解してあげ取り除いてあげれば、この人は勝手に育つと。だから勝手に育つということです。ですね、よくこんなことするんですけど、これねちょっと実際やった方が面白いですけど、一番前に座るのは不幸だったかもしれませんが、ここにですね見える千円札があります。こっち見えない一枚札ですね、取ってくださいね。やっぱりこのね、人はね見えるものを信じてしまうんです。今見える千円札と見えない一枚札さ取ってって言いました。すると名前なんて言われるんですかね、林田さんはですね、もう即見える千円札を取りました。なぜかというと、人は見えるものを信用します。そうですね。じゃあ聞きます。林田さんは人から信用されたいですか、されたくないですか。されたい。それは当然ですね。さあ聞きます。はい。では聞きます。林田さんを見せてください。自分は見えるものしか信用しないのに、ね、自分のことは見えないことを信用してくれっていうのが人です。だから何かあった時に、なぜ俺のことを信用して、そういうふうに見てたんですかとか、そういうふうに思ってたんですかっていうところで人は実は怒ってるんです。その起きたことではないんですよ。起きたことで怒る人は一人もいます。そう思ってたのとか、そういうふうに見てたんですかとかっていうところで人は怒るんです。そうでしょ？で、じゃあ聞きますけど、結果を出したら信じれるんですか、その人のこと。能力があったら信じれるんですか。技術、資格、
財産、地位があったらその人のことを信じれますかと。で、信じれません。そうでしょう。不思議ですね。ね、人のことであれば見えることでも信じられないんです。そうでしょう。不思議ですよね、これって。ね、じゃあ何を信用したらいいんですかってことです。ね、つまり自分自身を人は信用されたいんですよということです。ね、あの要はだからってどこに答えがあるところじゃないんです。つまり私たちは今日ね、ニューリーダーシップっていうね、皆さんも当然リーダーっていうねところで多分来たと思います。つまり人はそういうもんなんよということを理解してくださいということです、ね、人は見えないものを理解してもらいたいんですよということです。例えばですね、問題が起きました。問題が起きるとですね、ついつい怒ってしまいますね。問題が起きるとね、じゃあこれは起きた出来事で起こっているのか、じゃあそうじゃないんです。実は分かってないでしょって。例えばですね、ここで何か問題が起きたとね、問題、この問題について文句は言わないんですよ。人は問題言ってるのがお前分かっとらんやろ、全然分かってないやろって、だけこんがみそを壊すんだそれというふうに起こるんです。そうでしょう、ね、なぜならば、もしですね、僕がこの人はちゃんと分かっているということを分かってたら、何をするか、問題が起きた時に私は心配します。大丈夫やって、何かあったとやってでしょう。ということはですね、結局です、結局その人のことを分かってない僕が悪いです。分かりますか。その人が悪いんではなくて、問題を起こしたその人が悪いんではなくて、その人を分かっていない僕が悪いんです、ね、だからですね、うちではですね、全体ミーティングっていうのも実は今日夜あるんですけれども、うちが今3社の会社がありまして、で全体のリーダーミーティングとやるわけです。でその時にやるのは数値を、その目標がどうだとか売上がどうだ、そんな話一切しません。何をするかっていうと、みんなが今集中して やってることは何かと、それができた時の理想的な姿は何か、でそれに立ち向かうために障害になっているものは何かっていう、この3つだけを聞きます全部で。例えば私は今こうやろうとしてるけど、なかなか自分の忍耐力がなくてね、諦めがちなところがあるから、そこ乗り越えようと今一生懸命頑張ってますと言うんですよ。ただその彼がね、言った日付日にちよりも遅れてたりとかしてても、あお前頑張っとっとなとね、お前今ちょっと乗り越えよう、記念ってやろうってね、でも頑張れよって絶対できるけんってなるでしょ、ね、でそのことを知ってなかったら、お前なんで遅れてるんだって言うでしょ。でゆっく一緒で、その人のことをどれだけ理解するかっていうことなんです。分かることが大事ですよと。で実はですね、信じると信じたいの違いって分かりますか。これ信じると信じたいの違い、これ信じたいっていうのは理解してません、その人のこと。信じるというのは理解してます。向こうはですね、信じたいは願望なんです、信じたいだけです。ところがこっちは思いですね、知ってるか、この人に対する思いがあるんです、だから信じれるんです。向こう願望です。まあ、僕の5年前からあっちはこっちでした。信じたいんです、だから騙されてもいいと思うんです、だから騙されるんです。なぜならその人のこと理解してないけど、結局理解してない俺が悪いんです。だから騙されるということは理解させてないんです、その人のこと、だから騙されるんですよ。っていうね、まあ、ここなんですよと。ですよと。で、信頼関係っていうのはね、じゃあどうやって作っていくのと。信頼関係で一体何よと。信頼関係って。どうしたらできる？どうしたらできるでしょうかね、信頼関係って。ね。
頼関係は自分のことを認めさせるとできますか、それとも相手のことを認めたらできますか、どっちでしょう。そうですね、相手のことを理解したらできるわけです。さあ頭では分かってますけれども、例えば嫁と姑と、ね、ものすごい短いですね。嫁との嫁と姑の問題で価値観が違うところでお互いガチンガチンになって揉めるみたいなね、夫婦喧嘩とかね、結局ここでしょ、自分のことを理解させようと思って喧嘩するというね、もう数々の男性軍がですねチャレンジをしてきました。どうやってこの妻に分からさせようか、ことごとく敗北してますね。相手を変えよう変えようと何十年戦ってきた、でも相手は変わらなかったですね。結局自分が変わらないと何も変わらないというですね、極めて実は今ですね、あのなんか子育てとか夫婦間のなんとかとか、まあ、そういうのに近づいてるんですよ、企業の中の教育も。実はだから昔はトレーナーって言われてた人たちが今メンターっていうね、変わってきてるでしょ、ね、ティーチングがコーチングに変わってきてるっていう、そういうふうにですね、今はどっちかというとどん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 その家庭的な教育に変わってきてるという、つまり理解することが大事なんですよと。お互いですね、理解させようとすると何が起きるかっていうと戦争が起きますね。ところがお互いが理解しようとすると何が起きるかというと融和が起きます。お互い共鳴し合うとですね、こんなことが起きるんですよということです。不満を聞いたらどうする、どうしますか、皆さん不満を聞いたら。そういうもの嫌ですよね、不満を言う。だから特に社長なんかね、なんかこう社員のことでもなんか何でもいいけど不満言われたら、なんか自分のこと自分を言われてるような気分になって、そして正当化したり正したり、ね、誘導したり、ね、なんかするでしょ、ついつい、ね、はい。じゃあ聞きます、不満とはいいことですか悪いことですか、どっちでしょう、どっちだと思います、不満って。どっち、いいことも悪いことで、ね、実は不満とはいいことなんですね。実はなぜならば、不満の前提にあるのはみんな自分が正しいと思ってます。そこから発生するんです。だから喧嘩の仲裁に入るとお互い正しいんです。そうでしょ、みんな自分が正しいと思ってます。 ここですね、ここを分かっておいてください。まずここはですね、そもそもに置いておいてください。みんな自分が正しいと思ってるんですよっていうところにそもそも置いておいてください。で、話を進めていくと分かりやすいです。不満はどこから生まれているのと。不満は実はですね、あの何かですね、問題があってそれを良くしたいと思った時に不満が起きるんですよ。そうでしょ、例えば会社を良くしたいと思って社長のところに歩み寄るんです、スタッフが。そしてね、ここここ、こうした方がいいと思うんですって。でもあの人がですね、全然いいこと聞かないんですよとかと言う、すると皆さんのアクションはどうしますか。この人の言ってることも正しかったけど、実はこの人のやってることも正しい。そういう時どうしますか、皆さん。まず最初に。どうします？はい、ここですね。そもそもです。その人は正しいと思っているんです。さあ、その人はどうしたかったかです。この人が悪いって言いたかったのか。ここはですね、その人はこの会社をもっと良くしたいと思ってるんです。だからその行為を受け取ることが先なんです。ありがとうって、まあ、すごいなと、そこに気づいたかととかね、うわありがたいなと、いや俺も同じ悩みやった、いや共感してる人間を見てくれてありがたいとでしょ、受け取る。するとその人は認められましたか、認められてませんか。認められたんです。そしてその不満は解消しますか、しませんか。解消するんです、ね、つまり
こういうことなんですね。問題を良くしたいと思っているのか、しかし良くならなかったらこれが不満に変わるわけです。マイナスにフォーカスしていくという、ね、もうちょっと分かりやすく言いますね。良くしたいと思った時うまくいかないと実は不満が起きるんですよということです、ね、で問題解決したいことが実は原因です。ところが言うことを聞かない人が出てくるとこれが悪化です、ね、ところが人間というのはさっき言ったようにうまくいってないことが意識奪われますから、当然表現の仕方としては悪いことで表現してしまうんです。本当はこっちだったんです。ところが表現の仕方としてこっちになってるだけです。だからこっちで同調しちゃいけないんです、ね、向こうは良くしたいと思っているプラスにフォーカス、つまり皆様がプラスにフォーカスすると良くなります。ところが皆様がその話を聞いてマイナスにフォーカスすると悪くなります。例えばスタッフの悪口を言ったとしましょう。何と、あいつはそんな男だったのかと言った時点であなたはマイナスにフォーカスします。じゃなくてあいつが悪いと、じゃああなたはどうしたかったと、あ、なるほどそうしたかったの、じゃあこれちょっと一緒に取り組もうよと、これプラスにフォーカスですね。